皆さんこんにちは、奈良岡仁子です。今回はこの冬にしたい1週間コーディネートを組んでみたのでご紹介いたします。それではレッツゴー。はい、まず1日目なんですけれども、もう冬の定番インナーはヒートテックです。そしてその上にトップス、パーカーを合わせました。日本キャタピラーの重機のねメーカーなので、ちょっと遊び心あるようなアイテムが好きです。裏は肝になっていて、冬はねやっぱ裏肝のパーカーとかスウェットをよく着てしまいます。そしてトップスがパーカーとカジュアルな印象になりやすいので、ボトムスは少しきれいめなパンツを選びました。こちらはスラックスなんですが、ストレッチも効いているので楽ちんで大好きです。靴下はちょっとずっと白ソックスに今回してみたいと思います。結局白ばっかり履いちゃうので。そしてその上にまたカーキのブルゾンを合わせました。インナーにフード付きのものを着るときはやっぱりアウターはフードがないものを選びます。そして足元はサイドゴアブーツで少しスタイリッシュに見えるようにしてみました。どうしてもカーキとかの色合いは男の子っぽくなりやすいので、靴とかバッグとか小物で女性らしさを演出してみました。基本的にカジュアルな格好が好きなんですが、手抜きっぽくなりすぎないように小物とかでバランスを取るのが好きです。さあ、ここから服を脱いで2日目に行きたいと思うんですけれども、これ毎回ねこのルックブックの時に言ってるんですけど、なんでこんな生着替えなんだお前、体見せつけたいだけじゃねえかってね、よくねお声をいただくんですけど、そんなことはもう決してございません。やっぱりこの体型でこれを着るとこうなるよっていうの分かりやすく、もう分かり、もう2日目のコーディネートですね、もう始まってました。はい、インナーはユニクロのこれは U ネックで首元が綺麗に見えるように変えました。そこに V ネックのニットです。これはね薄手なので結構体のラインが出て綺麗に見えますね。あといい色で、そこに赤を基調としたまたスカートを合わせてみました。これはねまた形がすごく可愛くてアシンメトリーになっているデザインで、ちょっとマーメイドスカートに近い形なのかしら、女性らしいです。そこにあえてGジャンです。あれ、これだけだとなんか春のコーディネートじゃないっていうね感じなんですけれども、この上にトレンチコートを着ます。デニムジャケットをもうねインナーとして使うっていうのは、これは本当冬にしかねできない大好きな技なので、好きです。結構 G ジャンでこの RPSN のこれセカンド型だったかな、ボタンの形が可愛いからやっぱね見せびらかしたいからインナーにしちゃいます。そしてスニーカーはちょっと入ってくそうなイメージのものを合わせてみました。本来春にしか着ないアイテムってどうしても使用頻度が低くなってしまうと思うんですけど、冬に重ね着とか用でね使ってあげると、もうたくさん着てあげることができるので、冬はねこういうのを楽しむっていうのもいいんじゃないですか。ただね、この撮影してる時はさすがに室内で暖房でこの格好めちゃくちゃ暑かったです。はい、そして次の日のコーディネートはまずグッドモーニングサウナのロンティーです。このロンティー最近買ったんですけどね、腕が可愛い、手合わせるとサウナになります。サウナ行きたいっていうねアピールが前も後ろも手元でもできるというね、便利です。そしてパンツはきれいめなスラックスを選びました。こちらも意外とジャージー素材みたいな感じのものなのですごい着やすいんですが、その上にド派手な、もうそれはド派手なファーコートを合わせました。もうねもう貴婦人みたいな感じになっちゃうから、こういうタイプのファーコート着ると、だからこそ足元とかあと服装もかなりシンプルめにモノトーンで合わせてみました。どう頑張ってもね絶対に主役になっちゃう、ほら裏地ももうヒョウだもん、もうヒョウ柄だもん、もう派手なのでね、主役にしてあげながらバランスをとって着てあげるの好きです。ちなみにこのコートは原宿のキンセラっていう古着屋さんで20歳ぐらいの時に買ったやつなんだけど、なんかね捨てづらくて、なんかずっと持ってたら今28になって今更引っ張り出して着てるので、意外とねやっぱ昔着てたものって大人になってから着れるんだなっていうことで、取っといてよかったと思ってます今。とかなんとか言ってたらいつの間にかインナー変えてるやんこの女、ルックブックでインナー変えるやついる？いたなここに。その上にゆるっとしたタイプの V ネックニットです。肩がこう開いちゃってね、肩ちらっと出ちゃうみたいな、このあざといニット好き。そしてボトムス、これホワイトのパンツです。まあ綺麗めに見えるのでね、冬はあえて白っていうのもいいんじゃないですか。ちょっと色味からするとね春っぽいので気分は上げてくる
感じです。そしてここにチェスターコートです。まあチェスターコートで縦のラインを強調してあげることで V ネックの V も際立つし、まあ、ネイビーと白パンのね相性って間違いなくいいので綺麗めに見えます。ただちょっと寒いなって時マフラーしたり、ちょっと遊び心入れたいなって時はキャップなんか被ってもいいんじゃないですか。パッと見のね印象はシャキッとしてるんだけど、脱いだら私すごいのよコーデです。なんかさ、もうパッと見もうセクシー全開みたいなコーディネートよりも、一枚脱いだらあれちょっと色気出ちゃってないみたいなコーデ好きよ。みんなも好きでしょ。私も大好き。はい、しれっと下着が元通り、インナーは相変わらずヒートテックにニットですね。これメンズサイズのちょっとざっくりニットなんだけど、ざっくり着れるニットを探すときは結構メンズのアイテムをチョイスすることが多いです。そこにデニムを合わせるんですが、サイドのねステッチがかわいいポスっていうねデニムブランドです。岡山デニムでね質がめちゃめちゃいいのでおすすめです。そしてそこにブカッとざっくり着れるダウンジャケットにスノーブーツはキーンです。キーンのこのユニークのブーツかわいいのよ。めっちゃ超あったかいし、でちょっと遊び心入れたかったのでフリース素材のバケットハットを合わせてみました。色使いやサイズ感、あとは好きなアイテムをたくさん使えばどんな寒い冬でも乗り越えられそうな気がします。まあカイロとか貼るんだけどね、どうせ。うん、まあでもあれだね、例年に比べて本当めっちゃサウナ行くようになってから代謝良くなったから、ちょっぴりね冷え性も解消された気がするから、みんな、うん、サウナ行った方がいいよ。うん、6日目のコーディネート、インナーをユニクロ UU のヒートテックに変えました。これはコットン生地が使われているので、ヒートテック1枚でもかっこよく着れるので、トップスとしてもインナーとしても大活躍中です。そこにパンツもユニクロです。裏が起毛になってるのがあったかい、結局ユニクロ好きなのよね。そしてボアのパーカーを合わせました。ボアのアウターをね着てる人って結構多いと思うんだけど、アウターをボアにしちゃうとどうしても着膨れしちゃうので、私はインナーとかこういうパーカーに使うのをおすすめします。そしてその上に、これはヴィンテージで買ったね軍物のミリタリージャケットです。これはやっぱりね軍物ってね全然風通さないし、冬でも春でもねずっと着ちゃうの。そしてこのカーキ色と相性のいい大好きなオレンジ色のスニーカーと合わせました。全てカジュアルめのアイテムなんですが、サイズ感を気にしてあげて、でアウターだけ大きめとかだと結構まとまって見えるのでおすすめです。あとカーキってさ、肌なじみいいから、なんか肌の色が綺麗に見えるから、それも好きなんです。さあ、あっという間に7日目最終日のコーディネートです。あの、ね、このコーディネートは本当にこの時考えながら組んだので、どうしようかなと思いながらも、最近のお気に入りのファセッタズームのハイネックのニットを合わせて、ボトムスが決まらなかったので先にアウターを決めました。こうやって着てからね、何にしようかなとかね、コーデを組むのも好きですね。やっぱりこういうダッフルコートってどうしても学生っぽくね、子供っぽくなっちゃうので、まあえてボトムスは太めのねデニムを合わせてあげて、子供っぽく見えないように足元はブーティーで押さえてみました。アウターを脱いでも目を引くカラーリングとサイズ感、あとハイネックとハイウエストのアイテムの組み合わせがとっても好きです。はい、ということでこれでおしまいです。疲れた、まあ、何か参考になる部分があったか分かりませんが、見てくれてありがとうございました。さようなら、バイバーイ。